僕よりもど天然というか、うん、ずっとトイレに向かって歩いてるんですか。大輔顔だなって思って何見てんの。はい、こんにちは。こんにちは。ちはい、じゃあ今日は投手座談会ということで、はい、3人の選手に来ていただきました。じゃあちょっと自己紹介をこっちから順々にお願いします。ピッチャーの山崎誠です。よろしくお願いします。ピッチャーの池田翔太です。よろしくお願いします。ピッチャーの川口智也です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、まあ、早速なんですけど、はい、ニヤニヤしちゃう。すぐね、だって顔見ますよ、滑舌よくないんだから。そう、タコ紹介をしてほしいなと思ってて、タコ紹介何かっていうと、例えば正義が池戸の紹介をする、池戸が川口の紹介をする、川口が正義の紹介をする、他の人ってそうそうそう、タコってあれタコを紹介する、タコかと思ってす。まあ、なんで、お願いします。正義が池戸の紹介、池戸選手、どんな選手いますか。うん、じゃあ、分けますわ、野球と。ああ、いいよ。じゃあ野球はどんな練習中とかさ、試合とか。いい左ピッチャー、うん、とてもコントロールも良くて、うん、変化球も多彩で、うん、最優秀防御率だなって感じのピッチャーですね、うん。もうちょっとなんかないの。ほんとそうよね。なんかやっぱ特徴はこのグローブの使ったフォームとか。いじってるね。いじってるね。あと紹介か、紹介ですね、うん。練習中とかどう？なんか頼りになる。真面目。あの先生だなって感じです。プロフェッサー。プロフェッサー。どうなの？チームの中でさ、プロフェッサーってさ、いうのはさ、なんかいじり要素なの、やっぱその2人から見て。まあプロフェッサー。呼びたくなるんですね。呼ばれてるの、プロフェッサーって、池戸は。呼びますよ、めちゃめちゃ。どういうタイミングで。なんか、ここで行ったら面白いやろうぐらいのところで、プロフェッサーって呼ばれてキャッチボールってやなんですよ。あ、池ちゃんとね。はい、なんで、なんだろう、呼ぶ回数が多いから。プロフェッサーやろう。それです。池ちゃんのことを呼ぶのが多いから、池ちゃんなり、プロフェッサーなり。うん、一個増えたっすね、この時間。あだなっていうか、ゆきちゃんもらってないから大丈夫。いや、嫌なんですかね、プロフェッサーってもう役職が嫌なんですかね。どう、嫌ではないですけど、なんか、なんだろうこれって感じです。いや、パーソナリティ的なところある。でも何も欠点ないっす。あ、そうなの。うん、ないっすね。完璧人間。完璧人間。あ、そうなんだ。あ、練習中すぐトイレ行く。あ、トイレ近い。トイレ近いです。自分がバッて池戸見たら、なんかずっとトイレに向かって歩いてたんです。サボりもしかして。多分、同じタイミングないと思います。僕的には。あ、そうなの。はい。トイレに行くタイミングは。あ、よくトイレでもあるし、ね、トイレ行ってるのを見るし。うん、あ、でも、確かに基本的に、なんか、すっきりしときたい練習中っていうのがあります。そんな、マウンドでそんなこと考えたくないし、うん、まあね、また投球以外のことはね、それを多分練習からやってるだけかなって。なるほど。決してサボってるわけじゃないじゃんね。はい、 OK です。分かりました。じゃあ逆に今度池ちゃんが川口の紹介を。で、最初なんか挨拶してもらったんですよ、おはようって。川口から。はい、うん、その声聞いた瞬間に仲良くなれそうだなって思って。で、結構トウヤも声がちょっと高め で、うん、で僕もちょっと高めなんで、うん、で普段の振る舞いとか見てて、まあ、ちょっとなんかちょっと俺と似てるとこあるかもしれないって思って話しかけてみたら、まあ、まさにそうやったんですよ、うん。まあ、僕よりもど天然というか、うん、そういう感じがして、いや、これあのめっちゃ褒め言葉です。褒め言葉。ど天然ってあんま褒め言葉使わなくない。トウヤのすごいところ。だけどあの練習になるとめちゃくちゃあなんだろう人が変わったみたいになるんで、うん、そこがすごい
オンオフ切り替えれてて、そこめっちゃ尊敬してます。なるほどね、はい、あ、俺、僕が名前を覚えるのが苦手で、その誰でも知らないチームに飛び込んだから苦手で、で、この子の顔の雰囲気で大輔顔だなって思って、最初の1週間ぐらいずっと大輔って呼んでたの。誰みたいなね、大輔でいいよって言ったから、もう名前覚える気もないから、もう大輔って呼んで言ってた、ね、知らん間に翔太って覚える。それさ、チームの中でどうだったの？他のピッチャー陣からしてさ、なんか一人大輔って呼んでるやつがいるじゃん。あ、でも全然でかい声で呼んでるわけじゃなくて、多分1000人ぐらいしか知らない。そういう、そんな感じの近さで呼んでたから、で、大輔、大輔って、いや、ちゃうだろうね。誰みたいな。なるほどね。なるほどね。分かりました。ありがとうございます。じゃあ最後、川口選手は山崎選手を紹介してください。野球的なところは、最初、自分と同い年ぐらいかなと思って、まだ会話してないから、ただのパッと見の第一印象と、野球に取り組む姿とか見てて、大人っぽい、うん、すごい大人っぽくて、口開かなければで、ストレートもめちゃめちゃ綺麗な球投げるし、強いし、これすげえと思ったんですけど、人間的なとこは、うん、結構負けず嫌いな感じ、うん、ある、多分それはある。で、一緒にゲームセンターでクレーンゲームしたときに、一回やりだしたらもう悔しくて悔しくて一生もうその場から一人離れずやって、あ、この子負けず嫌いなんだなと思ったり。そのなんかクレーンゲームは何に問うとしたの？ドラゴンボール。ドラゴンボールのなんかぬいぐるみか何か。いや、フィギュア。フィギュア、ゴジータのフィギュア。ゴジータのフィギュア取ろうとしてひたすら課金した。全然取れなくて、特殊やったね、なんか、なんか取れそうでも一瞬のところに帰ってくる。ボート棒の間になんかあれじゃなくて、うん、なんか乗ってて、揺れる台に乗ってて、掴めんのに一瞬のところに乗ってこない、落ちる方に乗ってこないじゃん、うん、乗ったのに、ちょっと奥に行って落とすから、何みたいな、出してもやめる、うん、こんな感じで怒ってもううぜえって、でもう一人でバカ自分他が一周して帰ってきた時にちゃんと仕留めてたんで、やっぱ最後はやる男なんだから。もう喜んでたね。めっちゃ喜んでたね。あ、いいじゃん、その前にいた。いました。だって、そうこいつがやってる間に僕と池田、池田いや、誰だよ。誰だよ。誰だよ。池田で、他のね、やつやって、まあ、まだやってんのかなぁ。正義まだやってんのかなって見たら、まだ一人で食らいついてたから。ね。狙ったものは逃さないといけない。はい、はい、話しかけるのはすごい、全然誰とでも話せると思う、能力高いよね、コミュニケーション。それはマジすごい。でキャンプの時もさ、すごいさ、食堂の方々とか、手なずけるというか、たぶらがすというか、あれすごかったよね、ほんとに。ハンガー行くすごいね。ねえ、やばいね、あれはすごいなって思って。何がだよ、挨拶をいただきますって言ってる。違う違う違う、挨拶じゃなくて、挨拶じゃないところで言ってるもん。美味しそうって言っただけで、なんだろう、リアクションもでかいんだな。それはな、うん、すごいね。挨拶から踏み込んでくるっすもんね。そう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 挨拶だけって言うけど、挨拶から5歩ぐらい前に全然聞いてる。中に中に踏み込んでくるっすね。めちゃくぐいぐい行くからさ、で最終的にはツーショット撮ってね。そう、ツーショット撮っちゃってすごかったね、あれね。なんかオフの日の過ごし方とかいかがですか？どんなことしますか？なんかどっかご飯行くとか。話せる人がいい。オフの日は一ヶ月前ぐらいからメジャー見始めて、うん、アニメアニメ、うん、初めて見たんですよ、うん、あ、そうなの、うん、見たことなくて見始めてそれを見てるっす。
メジャー僕生まれてないですよ。ああ、年齢を感じるね。非常に最初の、まあ、ホンダゴロ時代、うん、リトルリーグでしょ。お父さんとかの時の、うん、今どの辺までいたの。今メジャー昇格するかしないか。ああ、結構見た。結構行きましたね。うん、じゃあ兄の家で。家で兄の家で行きますね、うん、結構インドアじゃん。僕はですか。うん、あと僕の家野球してくれる人いないんで。野球したいんだよ。でもしたいです。ああ、すごいね。僕もちょっと正義に似てるんですよ、うん、あの1月入ってから配球、うん、見出して一緒やん。まあ、ハマってしまいまして、で、チームメイトに角井と澤田が配球好きってのを知って、あの聞いたんで、あのその2人と配球の話して、ここ良かったよねとか話してて、最近のオフは配球グッズ集めてます。どこで。スーパーに配球のフィギュア、チョコエッグっていうのがあって、はい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 、はい、で普段あの僕ちっちゃい頃もチョコエッグ買ったことなかったんですけど、24歳に初めてチョコエッグ買って、それを全種類集めました。16種類。すごいね。結構コンプリートだよ。すごいね。かぶ、かぶんない。それが今かぶるよ。でも3つだけしかかぶんなくて、めちゃめちゃ多いよ。何のキャラクターが好きやん。いや、その背景に出てくる北信介さんっていうキャラクターがいるんですけど、うん、その選手が出て大好きで尊敬してます。すごいね。なんかすごい、やってみようってはならないんだ。そのあれですか、うん、気分転換にとかさ。あ、でもやりたいなと思いますよ。ああ、うん、練習とかなんかやって取り入れたりしてるの。ボール大きいボールとかさ。あ、自分一応バレーボール持ってるんですよ、うん、練習中、うん、まあ、だけどそのやバレーの練習するわけないから。ほら、聞き方悪かった。投球に繋がるようななんかさ、あのボールを投げるとか。あ、それはもちろん繋がるんで、一応まだ持ってはいます。さすがに練習の上でサーブ打ちちゃったんだよ。練習力だよ。釣れてきたりで。びっくりよね、釣られましたんで。でも僕、まあ、将来バレーやりたいなと思ってるんで。普通にあのなんかママさんちゃう。ママさん、ママさんバレーとか違うか、パパさんバレーか、なんだろう、なんかそういうクラブチームみたいな、うん、ちょっと機会あったらやりたいなって。なるほどね。いかがですか。何としてもないんだっけ。オフの日。あ、オフ。自分は徳島北バフカなんで、徳島の美味しいご飯屋さん調べて平日に、で、オフの日に行ってみたり温泉行ったり。自分はちょっと野球から離れるかもしれないですね、自分を癒すために。うん、それ誰と行くの。は、宮地。宮地なんか一緒にいるイメージあるもんね、宮地と川口がね。宮地、そうですね、便利で。あの、いつも祈ってるやつだよ。いつも暇してるから自分が振り回してますね。ああ、なるほどね。でも多分だから、ここ2つで分かれる感じだね。こっちはちょっとイン寄りの、インドアで楽しむタイプで、こっちは割と外で出てご飯食べに行ったりとか。ちょっとね、休みの日家いたら病んじゃう。あ、確かにそれは分かる。なんかズーンって一人でなっちゃうから、うん、外の太陽浴びて近所のおじちゃんばあちゃんに挨拶して過ごして。バス出たりでも話してるやん。すごいよね。本当にすごいと思う。何なのそのバトルって。絶対自分の中で決まりがあるんですよ、うん、何だと思うんです。うん、うん、おいしい。いや、まあそうだろうけど間違えた。